剣士の純化拡張を提唱しました。王剣士は王義士の息子です。王義士にはたくさんの子供たちがいましたが、その中でも最も有名な書家の一人です。よく父である王義士と比べられ様々な意見がありますが、王剣士の書は父王義士よりも奔放だと言われています。有名な書家の2世というだけで相当なプレッシャーだったと思いますが、それでも王剣士らしさを打ち出して名前を世に知らしめることができるというのはやはり才能でしょうか。私は才能というものは努力あってこそのものだと思っています。そう信じながら今日も練習あるのみです。